フィンボスは南アフリカ共和国西ケープ州に帯状に分布する自然の寒木植生地域。主として地中海性気候の冬に雨の多い海岸から山岳にかけての地域である。フィンボスはケープ西岸のクランウィリアムから南東岸のポートエリザベスに伸びる 100km から 200km の幅で沿岸部に帯状に伸びている。フィンボスは ケープ植物区の表面積の約半分植物種の数では約80%を占める。フィンボスの東部と西部では後者の方がより多種で豊かな植生を誇る。世界六大植物区の中では最小だが、面積あたりの豊かさという点では随一である。熱帯地域を除く北半球全域を包含する全北植物区とは好対賞を成している。 フィンボスの植物の多様性は、約5000種の固有種を含む8000種以上の植物から、なるという点で、熱帯雨林の植物多様性を上回っている。多様性と強襲性についていくつか例示しよう。エリカ属は、フィンボスに600種生えているが、世界の他の地域ではわずかに26種しか見られない。また、フィンボスの面積は46000平方キロメートルで、あるが、 対して変わらない面積のオランダには1400種の植物しかなく、しかもそこには固有種は含まれていない。ケープタウンのテーブルマウンテンには1470種が生育しているが、これはイギリスの全植物種を上回っている。かくしてフィンボスは南アフリカの面積の6%を占めるに過ぎないが、その大陸の半分の植物種を含んでいるのだ。フィンボスという名は、 アフリカンス語で、細い漢木を意味する。これは、フィンボスの植生の多くが、細い針状の葉を持っていることに由来する。植物の大半は硬い葉の常緑樹である。フィンボスに特徴的な三つの植物グループは、ヤマモガシカ、ツツジカ、サンアソウカである。ヤマモガシカは、多くの種類が生えており、幾分大きな葉のタイプの植物の一種として、景観の中でも目を引く。 一般的に、それらには、鳥が受粉を媒介することがある、大きな鮮やかな花が咲いている。筒子科の植物は、それに比べれば、一般的に小さく、多くの筒状花と信葉とを備えている。また、フィンボス以外では、ごくわずかにしか見られない、ザグラス、ライクリースティースは、より湿純な地域に生えている。フィンボスには、球根を持つ種が千四百種以上生えているが、 そのうち96種がクラジオラスで54種がラケナリアである。乾燥した牡蠣によく起こる火事は多くのフィンボスの植物の生育にとっては必須の段階である。多くの種は火事の猛火の後で芽を出す。火事を待ち望んで山モがしかの植物のほとんどは種を最低でも1年はヤブの中に留めておく。その習性はセラタニーとして知られている。 ルイボスとハニーブッシュは輸出品目にもなっている経済的に重要な品種であり、セダーバーグ地域で育ち大量に収穫されている。多くの地域に生えている山もガシカやその他の植物の花々も輸出用に収穫されている。リースティースは数百年来あるいは数千年来この地の屋根吹きの材料になっている。地中海性気候の多くの地域では フィンボスに生える植物、特にアロエや天竺アウイなどは園芸植物として人気がある。より涼しい地域ではウィンドウプランツとしても用いられている。フィンボスの特にケープタウンに近い一帯は観光客に人気のある観光スポットであると同時に地元の人々にとっても重要なレクリエーション地域となっている。フィンボスの大部分は農業用の開発が進められるか、 ケープタウン周辺の都市開発の拡張を担いにさらされるかをしてきた。また、フィンボスは特にオーストラリアから持ち込まれるアカシア族などの外来種の脅威にもさらされている。すでに多くの種が絶滅し、選手種以上が絶滅危惧種となっている。保護活動は優先されるべき事項であり、多くの地域で保護区が設定されている。保護区設定の延長線上として、 フィンボスの珍しい植生は、ケープ植物区保護地域群の名で、ユネスコの世界遺産に登録されている。2000年に審議された際には、登録を先送りにされたが、2004年に正式に登録された。地図中の番号は、世界遺産登録 ID に、対応2004年時点の登録対象は、以下の通りである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。